100円、大きいな。地元野菜やな。で、あ、もうね、昔ながらのやついっぱいあります。よし、なるほどね。こんなもんしとこうか。めちゃくちゃね、のどかなエリアにやってきました。ここはどういう場所かなとは思ったんですけども、創立100周年記念小学校跡なんですね。これはおそらく遊具かなと思うんですけども、なんとなくの小学校があったような雰囲気で、小学校の建物はもうなくなってるんですけども、おそらく木製の建物で老朽化でね、ちょっと潰したのかなと思うんですけども、こちらが多分小学校の門で、その当時の石像、昔の小学校によくあったような、そんな感じでしょう。昭和55年度卒業記念樹。これがどういうとこかというと、これ岡山県の北部の奥津方面ですね。奥津とか真庭とかそういうエリアです。で、ここが、小学校跡ということで、ちょっとこの先にね、中谷神社っていうのがあるので、せっかくなので行ってみましょう。昭和50年、55年ぐらいまで建物あったのかなっていう小学校でしたけど、その小学校の裏に神社があるので行ってみようと思います。もうね、本当にむちゃくちゃのどかな、エリアです。ぜひとも神社好き、神社仏閣好きの人は行ってもらいたいなっていう、ちょっとそういうような場所です。
ちょっと今対策で、ね、ちょっとあれなんですけど、手水ができないんですけど、ちょっと行きましょう。というものですね。ちょっと行けるところまで行ってみましょう。本当にね、のどかな里山的なねエリアでございます。こういうね、あの見えるかな、神社巡りっていうのがありました。ご自由にお取りくださいっていう、はい、ちょっとね気になった神社でございました。興味ある方はねぜひ、立ち寄ってみてください。というわけでありがとうございました。